出陣するか。最下孫一、華麗に決めるぜ。一生は夢の間なれば。毛利本隊ってのはどうなってんだよ。お待たせして申し訳ありません。もう間もなく到着するものと。おや、別の方がおいでになったようですね。秀吉、何しに来やがった。もうええじゃろう孫一、これ以上抵抗続けて何になるんじゃ。降伏勧告か。くだらねえ。そうではない孫一、わしは信長は最下衆だ。俺の仲間の敵だ。お前もその敵の先棒を担いでる俺の敵だろうが。孫一、敵でもええ、それでもわしはお前を死なせとはないんじゃ。うるせえ、さっさと失せろ。さもなきゃ俺がここで。あなたが羽柴秀吉殿でしたか。お初にお目にかかります。小早川隆景と申します。おう、毛利の両線の片割れじゃったか。和議の勧告であれば、しかるべき手順を踏んでいただかなければ。こたびは一度お戻りください。いや、わしはそうじゃな。失礼いたした。余計なことしやがって。何のことです。それよりあなたと秀吉殿があれほど遊戯で結ばれているとは知りませんでした。何見てやがって。俺はあいつを。秀吉殿は死を覚悟であなたを救おうとし、あなたは秀吉殿に謀反の疑いがかからぬよう追い返した。そのように見受けられましたが。その目は飛んだ節穴だな。毛利の両線も大したことはねえ。さようですか。若輩者で申し訳ありません。信長を討つまで俺は止まれねえんだよ。同じ思いの者も多いでしょう。織田から寝返る者さえいるぐらいです。松永久秀か。あんなのと一緒にするんじゃねえ。これは失礼いたしました。秀吉殿のような方が天下人であれば、このような戦も起こらないのでしょうね。たらればの話をしててもしょうがねえよ。始めようぜ。はい。
毛利本体が来るまで何としても持ちこたえましょう。毛利本体の到着にはまだ時間がかかります。織田の主力がいないのは救いですね。本体を待つまでもね。敵も手薄なら今のうちにぶちかわしてやるぜ。我らが寄せ集めの軍であることは事実。将を多く撃たれればたやすく崩れかねません。で、色男が勝つってわけさ。はい、そう。で、色男が勝つってわけさ。先はいいようですが、このまま進めば言うことなしです。戦場中央の連中の度肝を抜いてやるぜ。主力が来る前に奴らを孤立させてやれ。うむ、思ったより敵の動きが早いのじゃ。もうちょっと待ってほしいのじゃ。この戦果、次の一手につなげなければ。俺らと小早川との強撃連携、止められるもんなら止めてみな。戦力を分散しての対応らしくないですね。これは時間を稼がれている。わかりました。開門！ここまではうまくいきましたね。南は抑えました。敵将撃ち抜いたぜ。開門！ま、雑賀衆は無敵の鉄砲傭兵だからな。北は抑えたぜ。はい、わかりました。激しくいくぜ。あらら、思ったより早かったね。致し方あるな。やることは変わらん。開門！このまま敵総大将を討ち取り、そう、うまくいけばいいのですが。はい、ドン。見てな。赤影、ちょっとあっさりしすぎじゃねえか。おっしゃる通りです。
皆さん、いつでも動けるように準備を。敵将、撃ち抜いたぜ。逃げてください。やはり信長を倒さねば終わりませんか。守り城軍変更、激しく行くぜ。はい、わかりました。一体どこから撃って。我ながらいい仕事をしたと思うぜ。けどもう二度とできる気はしねえな。信玄はすでにいない。長政もおらぬ。それでもなお抗ってみせよ。毛利本体と合流できんかったら孫一も諦めてくれるじゃろう。秀吉殿の本意はどうあれ、本体の到着を邪魔させるわけにはいきません。秀吉、なんで出てきやがった。お前様だけに背負わせやしないよ。さあみんな、孫一を止めるよ。なんと素晴らしき戦果よ。敵将、撃ち抜いたぜ。孫一、もうやめろんじゃ。激しくいくぜ。秀吉、俺はもう止まれねえんだ。さて、反撃の狼煙を上げるとしましょうか。はい、わかりました。
まく敵の注意をそらせましたね。この国反撃と参りましょう。時間もねえ。信長への道切り開いてやる。挟まないでくれるか。日没に見てな。救われたか。だが夜が明ければまた砲撃が始まる。ええ、ですから明け方までが勝負です。夜のうちに決着をつけましょう。敵将討ち取りました。聞かせてもらう。ならば
ウルの望みは修正可能は激しくいくぜ。抗え、信長を殺してみよう。逃がすか信長、ここで必ずお前を。ここまでです。双方軍を引く頃合いでしょう。くっ、畜生。どうにか和議が成立しました。こたびは痛み分けといったところでしょうか。そうじゃ、終わりじゃ。こんな戦もうたくさんじゃ。なあ孫一、これでしまいにしよう。お前の仲間もこれ以上お前が傷つくの。まだ終わりじゃねえ。俺は必ず信長を殺す。孫一、お前まだ。俺らの道はとっくに分かれちまってるんだよ、秀吉。じゃあな。孫一、なんでじゃ。我ら毛利もこのまま織田に降伏するわけには参りません。高影、お前までさような。けれど秀吉殿、あなたとなら手を携えることができるのではないかという気もしています。何？何を言うとる。いずれまたお目にかかりましょう。どこへ行くのじゃ。ジョーちゃんは明智光秀の娘だったか。いかにも。秀吉があれほど親身になっておるのに振り捨てて行ってよいのか。友垣であろう。だからさ、ダチには嘘はつけねえからな。ダチ。アバよ。ダチか、良い言葉なのじゃ。
苦労様でござる。